久米島高校3年笠原淳です。地域未来留学で久米島に行きました。東京で普通に高校を出て就職して普通の人生で終わりたくなかったので久米島に来ることにしました。で、毎年のように久米島にこう行くうちにですね、だん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 久米島に深くはまり、知り合いもでき、留学というチャンスがあったんで、行きたいと息子も言い出したんで、行かせるようになりました。学校では農業をやっています。課題研究では野菜と野菜のハイブリッド作物に挑戦しています。野球部だったのですが、1年の時に肘を壊して部活ができなくなってしばらく悶々としていたのですが、 DJ が趣味になって地域のお祭りや学園祭でやっています。地域の人たちがみんな話しかけてくれるのが嬉しいです。ここまでの2年間すごく充実していて本当に短かったです。自信がね、ついてきたんだなと思って、ね、それはとっても嬉しかったですね。コミュニケーション能力というのは格段に進歩したんじゃないかなと。これが本当に久米島で培っていただいた力じゃないかなということは感謝しています。